こんにちは。去年はすごかったな。去年はすごかった。何のレースでしょう。新人王。そう。いやすごかったですよ。去年は誰になるかって喧嘩になりそうだったもんな。いやもうそうですよ。俺だ俺だで。多分喧嘩したやつもいると思うよ。こう意見の対立で。いやだから選べなかったですよ。選べなかったけどもマキはかわいそうなことしたしな。最後団体で選ばれちゃってましたからね。ふざけんなよっていうような新人王のね、はい、争いだったけど。去年のことを思い返すと最初豊さんも絶対佐藤輝明選手が行くだろうって出始めな、はい、言ってたんですよ。そしたらやっぱり広島の栗林選手、はい、なあ、まあ、オリンピックもありましたしね。まあまあ確かにね、はい、で今年ほいお前思いつく今年がなんかパッとしないよね。ただでも最初は今年は新人今年もいるぞって、いやそう思ったけど なかなかうまいこといかないよね。そうなんですよね。なかなかうまいこといかないけど、うん、うまいこと言ってるやつがいるよね中にね。中にはそうなんです、ね、じゃあこれ瀬戸パで、はい、新人王候補の選手、はい、ちょっとざっと豊さんでもね行きましょうか。振り返まあまあ取ってるのがオールスター前でしょ、はい、でこれからまあ数字もいろいろ変わってくると思うけども、うん、取ってる時点だからそうです、ね、この数字はね印象としてはそれほど変わるものではないですもんね。まあそれはそうです、うんうん、でもセリーグではダントツはやっぱりこうさ、はい、誰ですか。大勢だよな。巨人の大勢投手。あ、はい、でも巨人は大勢がいなかったらどうなってんだっていうような。本当ですよね。そのぐらいこう救ってるよねチームを。そうです。現在今時点で34試合1勝1敗24セーブ防御率 2.14。 これはもう文句のつけようがない。いや本当ですよ。でも調べていくと、うん、いる。まだいない。まだわからない。はい、対抗部になってきそうな選手。いやそれはあの阪神の湯浅投手、はい、23ホールド、はい、防御率が 2.03、はい、この選手もいいよ。ここまで33試合出てますからね。そうで長岡、はい、これ81試合、これ全試合出てるでしょヤクルトの。はい、で2割5分8厘、はい、5本、うん、まあ10打。すごい。なんで10打なさるって思うけど打点じゃねえのかよとか思うけども、はい、でもショートで全試合出てるというさ、はい、そうですよね、うん、でまあそうだな、まあ、海老名横浜の、はい、はい、44試合2割9分4厘、うん、日本7打点ちょっと弱いな。打点弱いですか。新人ですけれども、うん、ちょっと弱い。まあ山崎より赤星とかいるけども。豊川さん、ね、はい、山崎より投手と赤星投手だったりとかって結構シーズン前まあいい、押してたけど、うんうん、やっぱりこう経験不足だな、まだな。そうですね、波はありますからね。でバッティングでは西純也、はい、これはね、うん、新進王の資格があるぐらい素晴らしいバッティングが起こってる大好きみたいですね、まあのバッティングは好きだな俺ピッチャーなのに。ピッチャーなのに。だからあの1本だけじゃ新進王取れないけど、はい、いやあの魅力枠だよ。魅力枠ね。ああ、だ二刀流やってくれと思うんだけどね。いやただピッチャーとしてもね、はい、8試合で3勝2敗 3.64。 まあまあまあね、うん、悪くはないですもんね。まあまあただ大勢がね、あちょっと抜けてるだけに、ここまで24セーブでしょ、はい、2.14、まあ、先発ピッチャーに換算すると7、8勝してるような感じだもんね。あ、じゃあすごい活躍です。いや活躍してると思うよ。だって去年まで誰が抑えだったかもう覚えてないぐらいの活躍ですもん。まあそうだね、はい、うん、だからまあ木澤とかもいるけども、はい、4勝2敗 3.15、うん、ヤクルト。あだけどまあ中継ぎでね、はいろいろ頑張ってるけども、うん、まあ大勢ほどではないなっていうふうに思うよね、うん、あと中日の高橋宏斗投手も、うん、まあいいけどね、はい、2勝3敗まあまあ、まあ、2勝だもんな試合で、はい、うん、まあこっからやっぱこうマッチレースになるとしたら、まあ、大勢と湯浅、あここか、うん、かなっていうふうには思うよね。うん、結構ピッチャーが多いですね。やっぱ新人と、まあそうだな、まあ、去年はね牧とか佐藤とか、あまあ異例だよねあんなに活躍できるっていうのは。そうですね、バッティングで、うん、で長嶋さんの二塁打記録とか牧なんか抜いちゃってるからね新人。あそっか、あだからまあやっぱりそのぐらいすごかったんだよ、はい、去年もね、うん、でまあ海老名がここから伸びてくるか、はい、
まあ、これが見ものだけどね。あ、注目。じゃあ本命は豊さん、ただ巨人の大勢投手、そこに、まあ、今の時点ではほぼほぼ決まりだよ、大勢に。そこに後半じゃあ湯浅投手とか、あと海老名選手が、うん、絡んでくると面白く、まあ、長岡も面白いよね。あ、そうですね。やっぱね、優勝、まあ、ヤクルトが仮に優勝するとして、うん、優勝したところのショートを全試合守り抜いたって言ったら、うん、それはものすごい評価が高いよ、うん、それは2割5分でもいいよ、はい、その貢献度っていうのはすごいよね。そうです、まあ、数字から言うとこのまま故障がなければやっぱ大勢だろうね。そうか、うん、これ牧選手が今年新人だったらダントツだよ。ただその大勢とマッチレースになってくる、ね、なってますかね、うん、そうか。セリーグ面白いですね。いや面白いと思う、まあ、ちょっと分からなくなってだからこうやってえ誰って考えたらさ、うん、大勢しか名前があんまり上がらなかったんだけども、はい、いろいろ調べていくと、うん、やっぱ出てくるもんだな。いますね、はいはい、さあ続いてパリーグです、はいはい、パリーグ豊さん的にはどうですか。いや隅田っていうのを期待したけどさ、うん、西武の1勝7敗 3.19、うん、この時点、はい、動画撮ってる時点でね、はい、勝ってる試合、勝たせなきゃいけない試合もたくさんあったんだよ、うん、抑えてたから、はい、だけどその打線との絡みが悪くてさ、うん、だからこの1勝7敗になってるけども、まあ、ちょっとレースからは遅れたな。ちょっとそうですね、うん、一歩、うん、で松川印象的なロッテ、はい、ああだけど、まあ、1割4分6厘、ホームラン0、7打点ということでは、まあ、完全試合はね、うん、佐々木朗希と一緒に達成はしたけども、うん、まあ、これでは賞は取れないよね。そうなんです。印象はあるんですけども数字として残ってないっていうのが、そうだな、はい、あと例えばどうですか、日本ハムの上川畑選手、まあ、途中から出場になりましたけれども、これからだな。こっからもっと試合数が必要だよ。こっから出続けてこの数字を残せれば、うん、面白い。だ後半固定になれば、はい、規定打席だったりとか。そうだね。そうなんですよね、はいはい、現在35試合で2割9分と。そうだな、2本もホームラン打ってますし、うんうん、あとやっぱ西武の水上、はい、3勝1敗19ホールド、うん、防御率が 0.74、 これもすごい数字だな。 0.74 っていうのはね、もうこの前の試合なんか自作自演、ノーアウト満塁作って、うん、そこから打ち取ったけどね、はい、あーとか言ってガッツポーズしたけど、いや自作自演でしょ。そうですよ、ね、自分が満塁にしといて何吠えてんだみたいな。その前にそんなピンチ作んなよとか思うけどね。 うん、でもまあ精神的に強いピッチャーだよね。そうですね。で、はい、一歩やっぱこうリードしてるなって思うのは、はい、ソフトバンクの大関、はい、おー、はい、16試合6勝4敗、うん、2.27、うん、あ、安定感あるよね、うん、で6勝、はい、まあ、これは10勝したら結構可能性は高いね、今の段階では。10勝する可能性っていうのはある、ある、あ る, ある、うん、もうなったとしたらもう横綱でいい。お、もう大関から横綱名前変えるんですか。いや、まあ、変えていいと思 う, もう横綱横綱なんで大関になっちゃったのかね。いや、それは代々あるからでしょうね。まあそうだね、ま、でもね、うん、最高位はね、昔はね大関までしかなかったらしい。そうだ、横綱なかったんで、ね、名誉職みたいだったんだよね。じゃあもう横綱って万々歳じゃないですか。もう大関だよ。そうですね、うん、名の通り。いや本当に、うん、まあ一番今地味な感じがするけども、はい、安定してるよね一番ね。ああ、うん、投げた試合は必ずゲームを作ってるし、はい、負けた試合でも僅差で負けてると思うんだよね、はい、だからそういう意味では、うん、まあ、防御率が 2.27、うん、まあ今のところは2歩ぐらいリードしてるかな、うん、2歩、うん、それに水上が絡むか、うん、上川端が今からもずっと全試合出て数字をこの上げていくか、うん、この3名かなっていうような気がするけどね。あと日本ハムは今川選手とか北山投手も、まあ、北山投手がねそのまま、北山はね、うん、開幕投手を務めた、はい、ルーキーで、いろいろサヨナラホームラン、逆転スリーランとか、逆転サヨナラホームランとか、はい、2試合連続でやられたりだとか、あのヤクルトです、ね、そうそうそう、噂がぴっちり抑えてきてたのをひっくり返されたんだとか、はい、もう本当いろんな勉強をしてるよ。そうですね、この中ルーキーの中で一番勉強してる。まあこれから大きくなってほしいけども、はい、まあ、防御率が 4.65 じゃね、やっぱ取りにくいよ。そうですね、一、うん、人忘れてた、はい、柳町、あ、
これもホークス、はい、ね、64試合2割9分4厘ホームラン0、24打点の出塁率3割6分6厘新人ですごい。あ、だから怪我人が多い中柳町のチャンスっていうのはたくさんあると思うんだよね。そうですね、うん、だから同じチームで争うかもわかんないね、うん、大関と2人が。そう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 、だからまあそういう意味では面白いし、でもホークスのことを考えると、はい、やっぱそういう力に耐えらなきゃいけないっていうことは相当苦しいんだろうなって内情ね。本当近年一番苦しいんじゃないかぐらい怪我人だったりとか、まあ出るよね。なんかね、選手層は厚いからって言ったって、やっぱ怪我人を出すとさ、はい、まあ、あまり良くない、うん、でもこういう若手にチャンスが回ってくるっていうのはいいことだけど ね、うん、はい、うん、だけどこうやってホークスの若手がのせあの活躍できるっていうのは、うん、やっぱそれだけチームに緊張感があるんだよね、やっぱり、ね、うん、やったらね残れる、残れるっていうのと、うん、やっぱりやったらお金がもらえるみたいな、うん、まあ、そういう緊張感とか、はい、そういうものがあるのかなと思うよね。そうですね、うん、まあ、じゃあもう面白いよね、上川端、はい、水上、はい、柳町、うん、大関、この4名、パリーグはこの4名を覚えておいてくれたら、うんうん、ね、酒のつまみになるとそうですね。さあ昨年は喧嘩してるから多分、いや、そうなんです、いろんなところで、いやー違う栗林じゃない、牧だーとか、牧だーとか言って、いやお前何言うとんねんって、里やろーって立川さんかと、もうあの下巻き舌で里やろーみたいな、関西関西関西だからね。いや、そうですよ、本当に喧嘩は勃発だから。で今年もそうなってほしいですけれどもね、なんか競って面白く最後まで、まあそうだな、うん、ただこう名前がパーンと上がるのはもう大勢、まあそうですね、ポンと上がるのは大関みたいな今のところ。そうです ね、さあね、このセーパー、その今名前が上がった選手たちが独走するのか、はい、それとも他の選手はその独走を止めて、うん、去年みたいなマッチレースになるのか、まあ、なってほしいな。そうですね、楽しみにしたいですね、期待します、はい。